スレープニルとは、荒牧吉尾原作の架空戦機、朝日の艦隊、コンキの艦隊に登場する架空の潜水艦である。名は、スレープニルに由来する。この潜水艦は一言で言えば、奇襲を目的とした潜水空母である。劇中では特に触れられてはいないが発案したドイツ、海軍軍人クリスチャン・フォンベルナーは、日本海軍が X 艦隊が搭載した水蒸気を持って、 カナマ運河を破壊したことからヒントを得たものと推測される。なお、原作の旧型、R 型は、氷塊での浮上用に環境に似体の昇格を装備している。大型機迎撃用噴式総発局地戦闘機、シブボ艦。胴体内に6機を搭載可能。発汗方式は、格納型垂直型パルト発射式。図解資料集においては、カイ S 級のように描かれているが、 コミック版では、甲板上に6つの水密格納庫を持った専用艦として描かれている。初言に軸式大型プロペラを低速回転させて推進するため、放射音が低く秘匿性は高かったと見られるが、砲撃特無艦 UX-99 戦同様、艦内雑音には無頓着であったと思われる。構造上、深深度潜水能力はない。から爆撃機、 マグニを発汗させる方。発汗したマグニ3機は S 型に収容される。初言武装全通飛行艦艦を持ち関西機の離着艦が可能な方。対応での作戦行動用。マグニだけでなく、大抵の艦載機運用は可能。初言武装終盤で登場する V に改めを発射できる方。発射数は一発のみで、圧縮空気で水中から押し出されて、 空中でエンジンに点火、目標へ突撃する。撃中の描写から画像誘導方式を採用している模様。どの種類も潜水空母の元祖であるコンペ壁艦隊と同じく奇襲を主とした攻撃をしている。この結果、後世第三次世界大戦でも発展型が登場することになった。北極点で日本の大型飛行艇白砲を待ち伏せし、 攻撃を仕掛けたものの、4機を失い、母艦も、ノルウェーの A1 内の基地に帰還途中、ハルダンゲルフィオルド海底にあらかじめアゴー船が、付設していた海底魚雷によって撃沈された。原作では、渋1機が発進に失敗して、カタパルト射出直後に墜落している。R8001 号が、奇襲爆撃機、マグニを使い、ホワイトハウスを爆撃した。しかし目標としていた。 トルーマン大統領暗殺に失敗、さらに期間中に発艦時に抗戦した捕鯨船が仕掛けていた部位が、あだとなり、米船に撃沈されてしまった。ちなみに、この際、発案者であるベルナーも、運命を共にしている。通称破壊や基地への奇襲を仕掛けただけではなく、朝日艦隊へも襲撃をしている。S8501 号は、ホワイトハウス攻撃隊収容時に、 朝日前衛遊撃艦隊に撃沈された。V5 弾を使い厳重な防御の輸送船団を全滅させただけでなく、終盤で U2500 型部隊と連携して日本海軍機動部隊に大打撃を与えることに成功した。ほぼコミック版に準じた形状をしているが、R 型の環境対空機関砲は単装法になっていた。また、 OVA 最終巻で登場した V 型は少なくとも4発の補助ロケット付け v 号弾を運用可能である。ありがとうございます。